11月7日、ソビエトの社会主義革命41周年を祝う記念行事が、今年もまた赤い広場で行われました。パレードのトップを切って、世界最強と豪語するソビエト陸軍の行進です。続いて機械化部隊、革命の父レーニンの肖像画を先頭に体操選手が入場。今年は空軍や ICBM の姿は見られませんでしたが、赤い広場は美しいマスゲームで彩られました。続いて一般市民のパレード、頑固に応えるフルシチョフ氏はマレンコフ、ブルガーニンら反党グループを追放、経済7カ年計画、ベルリン問題などを矢継ぎ早に発表して、新たに自由主義諸国の注目を浴びています。一方、日ソ通商交渉がこのほどモスクワで開かれ、日本側から関代表、門脇中佐大使らが出席。すでに交渉の見通しも明るく、片道150億円、昨年の2倍近くまで話が進み、妥結も近いという嬉しい便りでした。